こんにちは。今ね、こんなうんちを見つけたので、多分ね、熊のうんちだと思います。これね、ここにあって4つ目。この辺にね、鹿のうんちもよくあるんだけどね、鹿のはね、ドッグフードみたいなうんちなんですよ。すごいブシャーっとあるんだけど、ちょっとこの前ここにいっぱいあったけど、ちょっと見当たらない。この辺なんかね、獣臭い、熊の匂いかなと思うんだけど、その何とも言えない匂い、よくするんですけどね。猿って不思議ですよね。この道の真ん中にうんちとしっこするんですよね。この辺、私が目撃した熊はね、この辺かな、この辺にいたのかな、この辺かなんかにいたんですよ。あの、家の中から見たんだけど、その時はね、ガサゴソガサゴソ音してたんだけど、ガサゴソっていうか、まあ音がねしてたんですよ。なんかいるなって音が。で、猿がよく来るから、あ、猿だろうなと思って知らん顔して、で、はたと見たら黒いの、よくよく見たら熊だった。ひえーと思って。でもね、あの、耳たぶになんかつけてた。1回か2回その熊ね、捕まったんですね。その時にあのタグみたいな耳たぶにピンク色のつけられてて、そんな大きな熊じゃなかったけどね。よく役場にお知らせしてもいいんだけど、今度その子ね、捕まると多分射殺っていうか殺されるんですね。で、ちょっとかわいそうかなと思って言わなかった。を育ててるわけですよ。葉っぱとか、あの、乾燥場で藍染められるんで、いつもはすくもって藍の葉っぱを発酵させたものを使ってるんですけど、使わないんで、去年もここ植えといたやつ全部食べられたんで、今年はね、友達に苗もらったの。そしたらね、今ね、これ鹿が来ないように要塞を作ったんだけど、どうだかわからないけど、よいしょ、あら、また食べたのかな、これゲッ、おかしいな、これどうして、わからんな、え、これまた食べに来たのかな、これだいぶ前に食べたやつね。この辺もこの辺も全部ね、いや、これ伸びてきたらやばいかな。これもは食べてないけど、なんかね、これも食べられたやつでしょ。それからね、ここも食べられたんだけど、他から芽が出てる。ここもね、この辺は食べられなかったのかな、まだちっちゃかったのかな。もうだいぶ前なんだけど食べられて、これは丸葉の藍なんですよ。藍ってタデ科の、あ、藍、まあ藍っていうのはインディゴ成分のあるやつ、植物全部藍って言うんですけど、だから山藍とか木のね、マメ科の藍とかいろいろあるんですけど、これはまあ日本全国よくあるタデ科の、よくあるっていうかね、あの、徳島で、あの、産地ですよね。これじゃない、丸葉じゃないかもしれないけど、まあ、このタデ科も丸葉とかなんかいろいろあるんですけどね、私この丸葉が可愛いし好きなんで、いつもいつも丸葉植えるようにしてるんだけど、しかもどうも好きみたいですね、丸葉ね。これは食べた後にこう伸びてきたんだろうか、わからないけど、とにかく食べるんですよ、鹿が。で、今この要塞が大きくなったらまたどっかから来るかしら。この辺もブロックも全部しつけてみたんだけど、どうなるかまだわかりません。そしてね、こうやってね、こうやってね、いろいろして、私も入るの大変だけど、よいしょよいしょ。で、あの、丸葉の他にここにね、こういう葉っぱの藍もある。こんなとこいて困るよね。あ、逃げた逃げた、よかった。だいぶ前だろうけど、こう、両部って薄い皮が好きなんで食べやすいのかな。暑いのは食べにくいよね。多分冬に食べたんだと思うけど、でも葉っぱとかは食べない。なんかあるのかな、こういうのね、うまいこと食べてますよね。で、両部の皮が食べやすいんですかね。薄くてなんだか知らないけど、美味しいのか知らないけど、ここもね、本当の木肌はこうなんですよ。両部の木肌ってね、それがこういう風に食べてしまってるんですよ。このね、
この下の辺は届かないのかな、なんかこの辺からこうずっと食べてます。こっちはこの辺から食べてるよね。でね、エゴの皮も薄いんだけど、エゴの皮もたまに食べてる。これがエゴなんだけど、これは食べてないけど、まれにね、エゴの皮も食べてるのもある。これは食べてないね。でもなんかね、リョウブが好きみたいね。リョウブは本当によく食べてる。